ママはいないのか。 YouTube でココナちゃん見ようっと。あはははは、面白い。この漫画も面白い。あはははは。テリー、あんた暇があれば YouTube ばっかり。飽きたと思えば次は漫画ばっかり見て、そんなんじゃ目が悪くなるわよ。あ、お姉ちゃん大丈夫大丈夫、だってこれ面白いからやめられないんだもん。あもう言うこと聞かない子は知らないわよ。うわー、このワンちゃんすっごくかわいい。ヘリー、テレビに近づきすぎよ。こんなに広いんだからもっと離れてみなさい。はいはい、下がればいいんでしょ。いつもいつも近くで見るんだから。あー、ひげのリカちゃんだ。ほんとかわいい。私も大きくなったらこんなアイドルになりたいな。毎日毎日そんなテレビばっかり見てたら目が悪くなってメガネになってアイドルになんてなれないわよ。大丈夫大丈夫、かわいい私はメガネをかけたってかわいいんだから、メガネが似合うアイドルになれるわよ。もう、ああ言えばこう言うんだから。今日も朝から YouTube。 あれ、スマホがない。ちっ、お姉ちゃんが持って行ったのか。じゃあ漫画見よっと。それって何回見ても面白いんだよね。ちょっとケリー、漫画そんなに近づけないと見えないの？え、いや、まあね。ちょっとこっちにいらっしゃい。え、なによ。いい？ここに書いてある文字がそこから読める？もうママったらバカにして。そんぐらい見えるよ。あれ？やっぱりここじゃ見えないや。じゃあどこ？どこからならここの字が読めるの？ここなら全部の文字がちゃんと見えるよ。ちょっとそれ確実に目が悪くなってるじゃない。今すぐ眼科に行ってきなさい。はい。確かに最近字がぼやけてあんま見えない気がしたんだよね。このまま見えなくなってったらどうしよう。眼科なんて初めてだ。なんかドキドキするな。先生、今日はありがとうございました。うーわー、あの子すっごい度の強いメガネかけてた。そんなに目が悪いんだ。でもあのメガネ変だな。お待たせしました、次の方どうぞ。ドキドキ、何するんだろう。今日はどうされたんですか？はい、最近スマホも漫画もテレビも近づけないとよく見えないんです。はい、じゃあ視力検査をしますね。文字が何て書いてあるか見えたら教えてね。この字は読めるかしら？全然見えません。じゃあこの字は？まだまだ見えません。じゃあこれはどうかしら？ぼやけて何て書いてあるかまでは見えないです。じゃあ一番大きい、これはさすがにわかるかしら？いいって読むのかな。はい、やっと正解ね。先生、でもなんとか見えたよ。だからもう帰ってもいい？これはかなりの金眼になっているわよ。金眼って何それ？おいしいの？おバカちゃんね、金眼っていうのは遠くのものが見えにくくなってることを言うのよ。じゃあやっぱり見えにくいのは気のせいじゃなかったんだ。はい、じゃあ次は目の中を見ていきますね。うわー、これは目を使いすぎて疲れちゃってるわね。ちょっとこっちでも見てみるわね。あー、もうこれはメガネ決定ね。メガネ、仕方ないわ。あなた毎日毎日漫画やスマホやテレビばっかり見てたんじゃないの？ママの言うことも聞かずに。バレてる。この先生、うちの中をどこからか見ていたの？確かに全部当てはまります。ほらね、目が悪くなった原因はそれよ。うちには3つのメガネがあるから好きなのを選んで。仕方ない、一番可愛いのを選ぶか。サイズが小
小さくてちょっと合わないな。じゃあこれなんてどうかしら。うん、さっきのより可愛いかも。でもこれもサイズが合わないんだよね。これとかすっごい可愛いのに、これもサイズが合わないんだよね。ほらね、落ちちゃった。私の頭が大きすぎるのかな。じゃあこっちのピンクのハートはどう。うん、可愛い。やっぱり私にはピンクのハートだよね。でもそれはちょっと大きすぎるみたいね。ケリーちゃんにぴったりなサイズを作るまで時間がかかるから、しばらくはそれで過ごしてみて。はい、ありがとうございました。うわー、なんだか世界が違う。メガネかけてると遠くもすっごいくっきり見えるんだけど、やっばー。そして目の前からやってくるブスコちゃんの顔もはっきり見える。まあケリー、それどうしたの。チンチクリンがハートのメガネなんかかけて笑っちゃう。ふーん、私がさらに可愛くなったから悔しいのね。はいはい、好きに言ってちょうだい。私は新しいタイプのメガネアイドルになるんだから。何わけわかんないこと言ってるの。メガネをかけたからってアイドルになれるわけじゃないのよ。っていうか、まずは歌の練習からしたらいいのに。ケリーちゃん、そのメガネどうしたの。目が悪くなったの。そうみたい。でもこれ私に似合ってて可愛いでしょ。まあハートは可愛いしいいんじゃない。でしょでしょ。あれは私の大好きなジャック。これ見てください。あ、君は確かケリーちゃん。やったわ、ジャックに会えるなんて。このメガネかけた可愛い私を見てどう思う、ジャック。この面白いメガネどうしたの。え、面白いメガネ。これでみんなを笑わせようとしてるの。それなら最高だよケリーちゃん。これ可愛くないの。みんなを笑わせようとなんかしてないし、恥ずかしい。やっぱりもうメガネなんて嫌だ。もう漫画も YouTube もテレビも見ません。評価をぜひ。チャンネル登録もお願いします。ここでみんなに問題だよ。私が眼科ですれ違った女の子は何色のメガネをしていたかな。わかったらコメント欄で教えてね。バイバーイ。